恋はぶる人の風見と手ならせば、なれよ何とて泣くねなるらん。恋はぶる人の形見と手ならせば、なれよ何とて泣くねなるらん。自分が焦がれ苦しむあの方の形見と思って、この猫を飼いならしていると、お前よ、なれよ、猫に言いかけている思いですけども、同時に、その元の飼い主への心の届かせ方にも通っていくわけです。お前よ、何とて泣くねなるらん。お前はまあ、何という泣き方をするのだろう、にょうにょうと。俺の心を誘い込むように泣くじゃないかっていうふうな思い。これも昔のちぎりにや。こんなふうなのも、先の世からの因縁であろうかな。先の世からの縁があるからなのかな。と、顔を見つつのたまえば。つくづくと、その猫の顔をみーみーしながら、おっしゃると、いよいよ、ロウタゲに泣くを、懐に入れて眺めいたまえり。もう、なんとも、たまらないほど、かわいい様子で泣くのを、思わず懐に入れて、ほーっと、物思いに沈んでいらっしゃる。